はい、どうもです。モトです。本日はですね、はい、日本代表対、はい、ウルグアイ代表ということで、はい、いやワールドカップ以降の森保ジャパンということで、はい、いやもう正直言います、うん、森保さんかなりアップデしてました。いや素晴らしい。もう今回ね、うん、ビルドアップの形が一パターンだけじゃないのよ。うん、もう俺一パターンできただけでもすごい嬉しいんだけど、うん、今回もう3パターンありました。うん、はいはいはい、はい、まずまあ一つ目、はい、もうダウン3。ああはいはい、はい、まあダウン3っていうのはボランチの選手がセンターバック2枚の間に落ちたことによって3バックを形成するビルドアップの形、はいはい、まあ、これまあ、まあ、後々説明しますと、はい、でもう1個これがね、うん、俺革命なのかなと思ってて、うん、偽サイドバック、はいはいはい、まあ、これも後々説明します、はい、で今度もう1個、うん、サイドハーフが内側に絞ってくるという、うん、そう、まあ、これはもう戦術強いよりかはまあ流れなのかもしれないけど、うん、まあ、基本的にはこの3つの可変がすごいバランスよく流動的に行われてたのが、うん、今回日本めちゃくちゃ支配してましたから、そうだね、まあ、先制点こそ取られちゃいましたけど、うん、やっぱワールドカップの時って結構相手の視野の範囲内でというか、うん、システムがそのまま変わらずにというか、うん、なんなら受け身になってカウンターを狙ってるのが基本戦術だったんだけど、はい、今回はもう自らボールを握るっていうところを、はいはい、そんぐらいのビルドアップを見せてくれてたんで、はい、ちょっと今回はね一つずつ解説していこうかなということで、はい、いや、まず一つダウン3、はいはいはい、これがね僕的にはすごい良くて、うん、もうダウン3にも形があって、はいはいはい、まあ、まず遠藤航がセンターバック2枚の間に落ちて、はい、入ってくるね、この間にね、そう入ってきて、うん、で基本的にもうどこのチームももう世界基準として、うん、やっぱ 4-4-2 なんだよね守備が、はいはいはい、だから2トップで3バックを見なきゃいけないってことでまずイレギュラーが発生すると、うん、はいはいはい、だからダウン3は有効だと、うん、まあ一番わかりやすいのが、うん、ウルグアイもダウン3を、まあ、たまに使っててしてたね、そうで、うん、このシーンなんだけど、うん、まあ、ウルグアイのディフェンス、うん、3枚ダウン3してきますと、はい、でこれがダウン3の強みなんだけど、まあ、落ちたボランチで3バック形成しますと、うん、で余ってるもう1枚のボランチが、うん、この2トップの間に立つことによって、うん、この日本の2トップこの鎌田と浅野が、うん、ワンボランチのことを締めながら3枚に対して寄せなきゃいけないと、はいはいはい、これってこのボランチ1枚だけで2人の矢印を集められるってめっちゃ得じゃん。そうだね、そう、しかもこの2人を締めながら3人に寄せるって、うん、もうまず取れないのよ。そうだね、そう、これがね、うん、ダウン3の良さ、はい、これは日本もやってて、うん、機能してたと、うん、それのねバリエーションが今回めっちゃ多くて、うん、はいはい、それこそ、まあ、遠藤航が2センターバックの間に落ちるダウン3と、うんうんうん、あともう1個、はい、2センターバックの左側に森田が落ちていくダウン3、はい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 、これちょっと僕の中でダウン3レフトというか、はいはいはい、そうダウン3センターとダウン3レフト、はいはいはい、ダウン3ライトはあんまなかったね。なかったね。なんか日本人ってさ、利き足内側に置きたがるじゃん、うん、だからボランチの選手左側に落ちるというか、確かに遠藤康人覚えてますか、はいはいはい、ザックジャパンの、ザックジャパンね、遠藤康人も結構ダウン3レフト派だったじゃん。ああ確かに、右に落ちてることあんまなかったから、うんうん、なんか利き足内側に置きたいのかなっていう、おそう、それが流動的に行われてて俺はすごい良かったなと思ってて、うん、はいはいはい、でまあそのダウン3からの、うん、やっぱダウン3になった時に、うん、サイドバックが5バックになっちゃうじゃないですか、うんうん、ボランチ落ちちゃうと、そうね、なんでサイドバックが自動的に高い位置になると、うん、で高い位置になった時に、うん、サイドハーフとレーンが被ってしまうのが、うん、まあ、ダウン3のちょっと弱点なのかなって思ってるの俺は、うんうんうん、けどそれを今回、うん、伊藤洋輝選手が内側に入ってきて、はい、もうボランチとしてプレーして、はい、前のワールドカップだとさ、うん、伊藤洋輝もなんつうんだろう、結構システムの可変がなかったから、うん、もうそのまんまのポジションでハマってボール受けてたから、うん、結構パスの出しところにも困ってたと思うのね。そうだね。けど今回はもう流動的にハマらないようにとかいろんな可変してたから、うん、相手も捕まえられないと。そうね。だからこのダウン3からの偽サイドバック、うん、だからダウン3の進化系だよね。そうだね。ダウン3があるからこそ、そう、偽サイドバックが生まれる。そう、うん、で今度まあ、うん、サイドバックが中入るもそうだけど、うん、今度堂安が、うんうん、やっぱ堂安って俺内側の選手だと思ってるから、はいはいはい、堂安がサイドハーフから中に入ってくる、うん、そうだね。このダウン3からの偽サイドバック、はい、今度はサイドハーフが中に入ってくるっていう、はい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 、やっぱもう相手的絞れませんよ。そうね、もう、うんうん、なんか偽サイドバックとか、うん、なんかダウン3って結構いいワードじゃん。ああ確かに、あの聞きやすいじゃん、名称ついてるよね。そうそう、で言いやすいじゃん、わかる。だから結構こうホットワードというかキャッチーだよね。そう、うん、だけどさ、そのサイドハーフがさ内側に入るっていう言葉になってない？確かに、サイドハーフだけサイドハーフが内側入ってくるだもんね。長くない？
確かにねえ、うん、なんかない、あ、確かになんか欲しいね、ねえ、あ、でもそれこそ、うん、サツキショーのゴルシワアップとか、いや全然伝わらない、だからサツキショーのね、ババが悪い、あれもだってみんなババ悪いから外取ってたのにゴールドシップだけ中入ってきたのよ、うん、だからまあそういうことだよね、だけど、まあ、そういうことだけど、うん、伝わる人全然いないから、うん、まあサッカー好きな人競馬も好きだと思ってるから俺は、いや俺は伝わらんかったよそれはなるほどね、シルサイドハーフ、あ、シルサイドハーフありだね、うん、確かにあのサイドハーフが外じゃ我慢できなくて、うん、もう中でシル出ちゃったみたいなねもう外で我慢できなくてうわーって中にしちゃったみたいなすいませんそれ確かにシルサイドハーフいいな、ね、偽サイドバックとシルサイドハーフで、あ、確かに、いやでもそんなん言ったらもう偽サイドバックもシルサイドバックだよね、もう外からさ、うわー我慢、お互い我慢できないから、そう、お互い我慢できなくてシル出て中来てるから確かに、どっちもどっちか、どっちも汁だよ、どっちも汁か、だから店よりも汁の方がいいよ俺からしたら、確かに、確かに、それちょっとさマンチェスターシティにメンションしといて、それ確かに、汁サイドハーフどうって伝えとくわ、うん、提案しといて、うん、でまあ、うん、あとね、うん、面白いシーンあって、すごいいいシーンなんだけど、うん、超おもろいシーンあって、うん、まあ、前半20分なんですけど、はいはいはい、右サイドバックの菅原選手が、うん、最強の浅野選手へのすごい質の高い神パスで、うん、決定機を作ったシーンがあって、はいはいはい、観客もめっちゃ湧いてる、湧いた、あれは湧いた、で、うん、ちょっとこの画像を見てほしいんですけど、はい、菅原選手が、うん、クロス上げてる時、うん、森保さん見てないです森保さん逆向いて違う選手褒めてますえ、でもこのパスなかったことだから、これ森保さんの評価何も上がってないですだからこれ俺結構いいプレーだと思ってね、これめちゃくちゃ良かったよねパス、うん、でこれ観客湧いたじゃん、観客湧いただから多分森保さん多分自分が手が出る瞬間湧いてるから自分が沸かしたと思ってるよ多分ね、なんかうわーみたいな感じでさアーティストやんもう、うん、もうライブ会場みたいになってるじゃん、うーみたいな、 A ちゃんみたいになってるもんね、もうねみたいな、違う、国立競技場だから、うん、えぐりほんとよ、菅原めっちゃもったいないね、めっちゃもったいない、ここファンからの評価はめっちゃ上がったけど、森保さんの評価そのままだからマジで、だから菅原選手これ、うん、個別でここだけ切り取って、うん、森保さんに DM 送ったらいいかも、確かに確かに、ちゃんと見てくださいこれフェアじゃないですって。確かに。で、まあやっぱ三笘は別格だったね。そうだね。こっから三笘なんですけど、はい、もう立ち上がり2分で、やっぱあんだけ運べるというか、一、うん、人だけもうゲームに入るっていう概念がないんだよね。そうね。で結局、まあ僕らすごいいつもブライトンの試合毎回解説させてもらってるんですけど、はい、三笘ハーフレーンを推奨してて、うん、あれタッチライン際だったらやっぱ三笘に強くいけちゃうから、そうだね、そう、だからやっぱ三笘は中の方が相手も人質があるからゴールっていう、確かに、うん、いろんな選択肢あるからね、うん、っていうのと、あとやっぱもう後半8分のやっぱ三笘のあの剥がしからね、うん、やっぱ低い位置からでも運べちゃうんだよね、確かに、ハーフレーンだとね、そうなのよ、うん、そう、あれも結局ハーフレーンじゃないですか、うんうん、もう最後トップ下というか、うん、もうカカオ彷彿とさせるような、あ、まあ、それだと浅野のシュートがちょっとあれだったですけど、うん、やっぱ三笘は別格だね、いや別格だね、まあこの、まあ、2つ三笘のいいシーンあげたじゃないですか、はい、でこれって結局真ん中で起こってることなんですよ、うんうん、三笘の、確かに、で、まあ、このシーン見てもらいたいんですけど、この前半10分のシーンなんですけど、うん、まあ、伊藤洋輝が偽サイドバックして、うん、で偽サイドバックしたってことは伊藤洋輝中入ってるじゃないですか、うんうん、で伊藤洋輝が本来いなきゃいけないところに三笘が落ちてきて、うん、でトップ下の鎌田がこの位置分かりますか、うんうん、俺やっぱりね、うん、この位置に三笘いてほしいの本当は、はいはいはい、なるほど、で三笘やっぱここで受けてもバックパスとかになっちゃうんで、うん、やっぱそう考えると、うん、俺ちょっと三笘、まあブライトンでも言ってますけど、うん、三笘のトップ下ちょっとあってもいいんじゃないかなっていう、 ね、 ちょっと見たいなっていう、見たい、ね、これ個人的なお願いなんですけど、確かにこれデゼルビさんか森保さん、うん、ちょっとお願いします、お願いします、そうで、しかも日本人には合ってる、やっぱり、うん、これ偽サイドバックとかして中盤厚くなるじゃないですか、うん、やっぱ日本人って言うて体も大きくないし、うん、一発的な瞬発力もないんで、うん、距離近ければフィジカル強い相手も寄せる前にもうさばけるから、うんうん、これが一番俺日本に合ってる戦術だと思ってるんで、確かに、いや森保さんちょっと引き続き、うん、このね可変式というか、うん、もっとさらにアップデートしてって、ね、うん、最高の日本代表を見せてくれることをちょっと期待しているので、はい、これからも応援してます、よろしくお願いします、お願いします、あ、ここでちょっと告知をさせていただきたいんですけど、はいはいはい、今回ウルグアイ戦やった、はいはい、で次回3月28日の、はい、19時20分、まあ、夜の7時20分から、はい、コロンビア戦があるんですけど、はい、そちらをですね、はい、何の予定も入らなければ、はい、リアルタイム視聴生配信しようと思っております、おー
なんでね、まあ、この動画を見て、まあ、面白いと思ってくれた方いたら、はい、ちょっと僕らと一緒に見ましょうということで、うん、はい、お願いします。で、まあ、僕らと一緒に見ましょうと言ったんですが、ちょっとモットンが、はい、ちょっと僕行けないんで、はい、ちょっと予定があって来れないので、はい、まあ、ちょっと僕一人になってしまいますけど、はい、まあ、ちょっとね、盛り上げていきたいんで、はい、バッチバチに盛り上げるつもりでいるんで、お願いします。僕一人でよろしければぜひ遊びに来てくれると、一緒に見ましょう、一緒に見ましょう、はい、ということでね、この動画が面白いと思った方は、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。